半世紀生きたも働きたくないピラヤンです。おはようございます。12月11日の、まだお昼なってないな。ちょっと時計が怖い、下り坂怖い。11時前ですね。11時10分前です。はい。あ、ちょっとシールド閉めてなかった、ちょっとシールド閉めてなかったんで雑音が入ってたと思うんですけど、もう一回いきます。半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。おざんす。12月11日の、11時10分前ですね。はい、朝。今、近江八幡の方に向かってます。はい、御朱印もらってきます。なんだっけ、長明寺と、あ、ちょっと名前忘れたか忘れましたが、2軒ほど回ってきます。あ、ずっとウインカー出しっぱなしだった。おー、下る、すごい下る。おお、ちょっと怖い。今ここどこらへんやろ。国道1号線をずーっとまっすぐ行って、もうどこやろ、ちょっとわかんないですが、まだ京都府内だと思います。京都市内だかな。お、ちょっと、山品ですね。山品西野って書いたらまだ京都市内。ちょっと近江八幡までまだまだですな。だいぶまた時間かかりそう。今ここ山科大塚でいまいちよく分かってないですが、まだ京都市内か。怖いこと言うな。追突事故多発地帯かよ。だから合流怖いな。これ何線やろ、 JR かな。カーブが来る。おお、ええ音さしとんな。いい音さしてますな。おお、寒くなってきた。ちょっと寒いかな。今日は電熱ベスト着てないんですけど、斜め左。おお、ちょっと詰めすぎか。まだ続くんかい、カーブ。はい、
斜め左入れてた。そやな、こっちでな。あれ、俺間違えた？あ、間違えた？俺左行かんでよかった？間違えたっぽい。あ、間違えたっぽいっすね。おお、ちょっとナビがいまいちタイミングが分かれへん。あのまま行っとったらよかったんかな、上のバイパスっちゅうか。斜め左とか言うからなんか大津駅やっと着いた。あのまま行っときゃよかったんな。もう言うてもしゃあないな。なんか白っぽいもんあんな。あれなんやろ。ちゃんとこれ琵琶湖渡らなあかんねんな。東側に行かなあかんねんけど、ちゃんと渡れるのでしょうか。今日も天気いいな。そうそう、今日土曜日なんですけどね、土日は普通寝てるんですけど、ちょっとね、あのお寺行ける日がね、ちょっと来週から寒なりそうなんで、ちょっとこの土日ぐらいしかないかなと。ということで、今日スクーターを走らせております。左寄ってたんやねんな。左やな。みんな渡りたい民なんか、みんな湖渡りたい民なんかな。渡りたい、湖渡りたい、湖を渡りたい。あれツーリングかな。忍者とあのレブロかな。あれいいの乗ってんな。あれビワイとか行くんかな、あの3人組。いいな。これ近江大橋な。俺にはリード125、お前がいる。大丈夫。お、あれか。おお、あれかな。おー、こうやって見たらすげえな。ちっちゃい琵琶湖大橋じゃないんだけど、近江大橋って地図で見たら琵琶湖大橋よりだいぶ小さいんですけどね。すごいな、こうやって見たら。あれ、渡れへんのかこの人。行くぜ。近江大橋。おお、すげえ。すげえ。大きいな結構は。あ、そうし、シールド閉めてなかった。めっちゃ雑音入ってるやん。近江大橋です。すごいな。
すごいな。気持ちよかったな今の。さあ、じゃあお寺目指します。お、シティ250。おお、はい、今国道8号線ですね。時刻は12時10分前です。はい、1時間ほど走って、今立東のあたりですかね。もうそろそろ近江八幡に入ると思うんですが、左入ろうかな。ちょっとと昼休憩に入ってました。ココイチでカツカレー食べて、でまたちょっと出発します。あー、うまかったね。あの山面白いな。草生えてんねんけど富士山みたい。ちょっと山の名前分かれへんけど、結構なんか古そうな橋やな。あの山なんやろ、ほんま面白いな。安し、もうちょいやな。なんか天気曇ってきた。ちょっと寒いですけど晴れてほしいな。はい、近江八幡市着きました。長明寺が左って約9キロって言ってた、なってたっけな。まず長明寺は後にして、あ、今何時や、1時か。ちょっとまあ大丈夫でしょう。ちょっと先ね、山の方に何ちゅう寺かな何て寺か思い出せないんですが、ちょっと長明寺は後にします。どうなの、2つ行けっかな。最悪長明寺は残しといて、さっき山の方行きたいんですよね。今1時40分です。観音障子の、麓の山いうんですか、ついて、で今歩いてるんですけどね、なんか、本当はスクーターで来るはず、ここ通るはずやったんですけど、なんか崖崩れがあったとかで、で車両通行止めになってたんですよね。で急遽歩いてるとこなんですけど、どこやったら、とりあえず歩いてます。なんか
Google マップで見たら30分ぐらいかかるみたいです。行きで往復1時間ぐらいですかね。ちょっと結局歩くんかい。ちょっと景色でも撮っとこう。観音障子のあの駐車場や。あれ行けたやん。そうや、ここまで上がってきて、スクーターで上がってきて、ほんでここを歩くはずやってん。30分か40分。えこれ何、これ、ああこれ駐車場じゃないの。ああちゃうわ、 1.2 キロって書いてる。え表参道林道、ここ行った方がいいの。ここ通行止め。あ、8月の大雨で道崩れてんの。え、いや、あれや、林道池いう言葉なんだよ。別に歩かんでもよかったんや。じゃあ行き当たりばったりか。情報ちゃんと見てないから、ちょっと景色映しとこう。戻った方がええか、戻ろうか。近く表参道林道の方が行けそう。それじゃあ戻って、でスクーター拾って、その林道行ってみましょう。こんな苦労する思えへんかったな。いろいろあるな。よっしゃ、戻らなあかん。滋賀のロッテの工場のとこで右折。一応 Google マップに出てきたけど、それではちょっと道戻って、で表参道の方から お寺行きます。観音障子です。やっと名前分かった。
あ、こんにちは。よいしょ。300円です。はい。どんな？どうだった？5分ぐらい見てたら結構あるんじゃない？
え、置いてるやん、車。よっしゃ、行こうか。もうヘルメットにカメラついてがヘルメットのままでちょっとお参りするときはヘルメット外すけど。ああ、この階段が、あ、そうや、俺鍵してない、鍵してないよ。よし、行くぞ。結構な、すげえな。すげえ石段が、歩きづらい。わ、すごいな。なんかヘルメットかぶった変な人が歩いてますよって通されんじゃん。すごいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわ、すごい。よいしょ。なんでヘルメットかぶってんだってな。これまた降りなあかんねんな。入ったな。こう音声入ってんのかな。 GoPro ね、マイクアダプターをつけてると充電できないんで。あ、そうや、あれだ、思い出した、あれ、俺どこやった、あれアダプター、どこやった、あれ、あれ、なくしたかな、あれ、外れてて、んで、あれ、あれ、落としたかな、わ、わ、なくしたかもしれん、マジかよ、やっちまったな。なんかいる、今日 GoPro の替えの電池も忘れるし、あー、もうあかんな。
ルウェットかぶって登ってたんやけど脱ぎました。ちょっと石段とか取れてるかわかんないですけど、あれかな、あれもう着いたと見ていいんかな。ですか、もみじが落ちてる、すごいな。ここでゴールか、ゴールかな。なんかめちゃめちゃしんどい、ヘルメットあるなしでかかる、しんどいぞこれ。駐車場戻ってきました。今駐車場あるからここまで上がるんですけどね。昔はもっとこの下からこの石段を登ってたんですね。なんか50分ぐらい傾きかかるらしいですけどね、ガイドブックに。いやこんなん上がってんない、この駐車場からでもきつかったぞ。じゃあ、何もいるのかな。